Sunday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今マスク売ってないよね。ねえ、マスクマンなのにね、昨日ね、王子はね、女性用のミッキーのついたね、マスクしてたらね、とってもキュートって言われてね、嬉しくなりました。滑り王子マスクマンです。はい。ドラマの荘園王が見たくて仕方がない最終回が待ち遠しいみそ煮込みスキーです。花粉症がほんときつくてきつくて、目がかゆくてたまらないダンサーズでございます。はい。今週のテーマは花、花、花。フラワー、フラワー、フラワー。はい。花粉症にお悩みのあなたも、今週のテーマは花、フラワーでお送りします。メールアドレスは、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。そして、今週は、名古屋は栄養コーナーがあります。といっても今週はちょっと違う形でお送りします。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里、中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、じゃあメールをね、ご紹介したいと思います。はい、こんばんは。花より断然団子派の噛みつきばあちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日メールで来たコスモス畑に行きました。偶然にもだから、読谷球場だと気づきました。うちの実家のハイビスカスとお隣の桜です。私は花より、観賞用植物派、自宅のコウモリランです。ウンベラータ、うちの家で見覚えあるでしょ？へへへへ。ではまた来週。iPhone から送信。来てますけどね。今あのへへへは何？メールに書いてあったの？だってあの笑いって書いてありました、ね。ああ、そうなのね。びっくりした今。はい、では次いきますね、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。キウナ名古屋の皆さんこんばんは。こんばんは。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、花。この2年間、自分にゆとりがなくてやっていないのですが、家でガーデニングをこじんまりとやっていたことがあります。私の場合、プランターを使っての野菜作りと花を咲かせることをしておりました。私が手掛けるのはズバリ簡単であまり手がかからないものです。さらにこんもり咲く花が好きです。ということで好きな花はインパチェンスやベゴニアです。ではでは番組最後まで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。インパチェンスって知ってます？マスクわからないあのちょっとね、あの日陰が好きなんですけど、でも花はね結構八重の花だったりして可愛いんですよ。王子はね、あのまあ皆さんご存知のようにね、
赤いバラしか受け付けませんから。そうなの？加えちゃうからね。ね。そんな写真あったね、どっかでね。そうだね。はい。あ、その写真、今、うん、ツイッターに上がってますので。え、そうなの？今日？はい。本当？はい。キウ名古屋のツイッターアカウントでご覧いただければ、その写真上がってます。あら、そうなんだ。はい、タイムリーだわ、ま。はい、またご覧ください。はい。はい。じゃあ、次行きます。はい、どうぞ。ハイタイ、ダンさん、ミソさん、スベリ王子様、アイスプリンです。ありがとうございます。お花、いつかはテーブルに、切り花が飾られている生活がしたいと思っています。お花を見て癒されるんですよね。今は、それはもう激しく動き回る元気いっぱいな、男の子3人がいるので、叶わず、いつか、いつか飾ってやるぞ。磯さんは、お家の中にお花を飾ったりしていますか？うん、あ、うん、しますよ。結構家で咲く花を。あのバラとかね、うん、あのバラって言ってもそんな大きいのはミニバラなんですけど、あのバラが咲く時期はバラとか、あとハーブが咲く時期はラベンダーとかミントとか飾ってます。うん、そうですよね。あのみそちゃんはね、あのお花大好きなようでね、あの お庭にもね、いろんなものがね、ね、ね、植えてあって、ね、なかなか素晴らしい感じでございますよ。最近結構でも野ざらしっていうかワイルドにっていうか自然に育てすぎて自由奔放だけどね。ああ、そうなの。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではいいですか。はい、はい、ラジオネームおばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。若い頃は花に対してそんなに興味はなかったのですが、いつの頃からでしょうか、花を見て綺麗だなとか花を見ることを旅の目的にしたりして楽しめるようになってきました。年を重ねた証拠でしょうか。今の時期だと静岡県伊豆の河津桜が見頃を迎えているのかな。名古屋の花の名所といえばどこでしょうか。花粉症が本番を迎え、毎日目のかゆみと鼻水と戦っています。春は花がいろいろと咲き始めるので良いのですが、花粉は早くピークを過ぎてほしいものです。今日も放送楽しみにしていますね。ということで、ありがとうございます。なんか分かち合いそうです、ね。ああ、隣でね、はい、分かる人がいますけどね。あのね、王子もね、そんなたくさんのね、花粉症ではないですけども、うん、ちょっとね、今年はね、目とか痒くなりますんで。え、もう来てる。うん。うん、ちょっとね、いつもよりかひどいのかなと思いますね。名古屋の花の名所、どこでしょうか。いや、王子はね、よくね、山崎川。ああ、桜はね、山崎川、いいですね。うん、ですね、名城公園もそうかな。あ、名城公園もそうですね。で、やっぱり山崎川いいですよね。ライトアップしたりとかして。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてですね。はい、ダンサーズさん、ミソニコミスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの、銭形警部です。急名古屋を引かない者は、逮捕だ。いつか支柱回しやってほしいよね。今週のテーマ花といえば、私が好きな花はカスミソウですね。好きな人には花束をプレゼントする際には、何種類かのお花にカスミソウは必ず入れますよね。カスミソウは小さくて地味な感じの花ですが、可愛く、カヨバクかなこれ。うん。んカレンに。カレンに、ごめんなさいね。カレンに咲いているのがいいですね。名古屋チームの皆さんはどんな花が好きですか？まあね、もう王子はね、もう先ほども言いましたけどね。バラ？赤いバラしかダメですよ。かすみ草、やっぱりわかります。花束にした時に、少しやっぱりあると全然雰囲気が変わるんですよね。そうですよね。花屋さんのね、店主もね、結構そうやってね、ね、ちょっと付け加えますかみたいなね、うん、アドバイスをくれますよね。うん、でも、王子は受け付けませんよ。バラばっかりかいい。そうです。はい。はい、ありがとうございました。はい、ツイキャスで、来てます。おがちからもちさん、こんばんは。こんばんは。青森からツイキャス見てます。はい、ありがとうございます。シュプリームさんは、こんばんは。こんばんは。鼻水をタータキのように垂らしながら視聴しています。ヤンバルにあるたたきですね。詰めてちょうだい、はい、ティッシュを。おがちからもちさん、花いいね。特にチューリップがいいですね。ということで。はい。ドギー青空さんが、はい、お久しぶり、花より団子っす。花より団子派です。そうですよ、はい。はい。同じです。はい。おがちからもちさん、バラって漢字でどう書きますかって。
難しいよね。書けないですね。ね、はい。もうカタカナでいきましょう。あ、カタカナでね。うん、あなたのトークがバラバラですけどね。うまいこと言うね。今ちょっとダンサーズに。久しぶりにダンサーズに交換を入れました。はい、では続いてですね。はい。キュンバンは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 。うん。はい。毎週楽しい放送ありがとうございます。ありがとうございます。パティスリー紳士さんからですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですよね、花。ただそこに咲いているだけで、和んでしまう愛しさと、ただそこに咲いている、あ、ごめんなさい、ただそこに咲いているだけで和んでしまう愛しさと、今日綺麗だなと思った花が、明日には枯れている切なさと、とりあえず画面の左下か右下に置いておけば、それっぽい写真になる心強さと、まるで篠原涼子さんみたいですね。うん、歌が浮かんだ。ちなみに僕の好きな花は、赤爪草です。名古屋のお三方、どんな花が好きですか？ありがとうございます。あのね、今ね、王子ね、本当にね、今、あの、篠原涼子さんのね、うん、歌が頭に浮かんでしまってね、同じ行をね、2回も読んでしまったんですよ。あれ、今、俺歌う番かなと思っちゃって。あ、歌わなくて大丈夫だよ。ああ、大丈夫だろう、ね。はい。はい。じゃあ次行きますね。はい。はい。名古屋のダンサーズさん、マスクマンさん、味噌煮込みスキーさん、こんばんは。今週もよろしくお願いします。ということで、ラジオネーム、たまごやさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、花ですが、先週の2月16日の日曜日、京都の北野天満宮の梅を見に行きました。梅が綺麗、八分咲きぐらいかな？外国人がほとんどいない京都でした。今週なら満開でしょう。今なら静かな京都いかがでしょうか？それより私の花は花粉症で大変なことに、こちらの花はいりませぬ涙。花粉症のない沖縄いいなぁということでした。いいですね。ねえ。花粉症のない沖縄行きたい。なんかメール来るメール来るメール、はい、みんな花粉症ですよね。大丈夫かな？それだけ、ね、それだけみんな、やられちゃってるんですか。ね、ちょうど、花粉症、今週ぐらい？じゃあ先週か。もう先週から来てた。来てた。もう目がかゆい。うん、今日はね、特に名古屋の方はきついんじゃないかな。うん、あの、王子もね、あんまり持ってないんですけどね、目かゆくなりましたんで、ちょっと花粉が多いかなと思います。そうなんですね。はい。あんまり実は私、もしかしてこの3人の中で私が一番花粉に対しては、反応がない人かもしれないな。はい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 。あれ、何はい。はい。次お願いいたします。はい。じゃあ行きますね。はい。はい。ラジオネーム、愛媛のしんちゃんさんです。ありがとうございます。はい。テーマ、花ですが、大学時代には、お花屋さんでアルバイトをしていました。飲み屋街にあった花屋だったので、夜のお店への配達がメインの仕事でした。母の日やクリスマス、ホワイトデーがとにかく忙しかったです。花屋で働いて花を見て季節を感じるようになりました。ひまわりが店頭に並び出すと夏の始まりを感じたり、リンドウが店頭に並び出すと秋が近づいてきたなぁと感じます。皆さんは好きな花ありますか？愛媛のしんちゃんさんはちなみに、カンヒザクラが好きです。いつか沖縄でカンヒザクラを見ながら一番桜で乾杯したいです。ああ、なかなかいいね。ね、沖縄ではね、沖縄ではブルーシートを引いて見るという習慣がないというふうに聞いてますので。ね、そうそう。ブルーシートはだってね、はい、お墓参りのシーミルの時ですからね。ほんとね、下から眺めるのもね、すごい、寒肥桜。綺麗ですよね。ね、やっぱりでも、なんだろう、はい、まあ、その、沖縄の人は、ソメイヨシノに憧れるって言いますけれど、はい。寒肥桜は寒肥桜ですごい魅力ありますよね。うん、あの濃いピンクがね。ね、あの濃いピンクが結構、可愛らしくて、うん。はい。うん。すごくいいですね。ね。はい。あ、で、好きな花って、みんな好きな花ありますかって、しんちゃんさん。ソメイヨシノじゃないですかね。やっぱり桜？桜になりますね。うん。王子は？
言わなくてもわかるでしょ。あ、そう、さっき言ったわ。あ、そうだ、ごめん。もう、ごめんね。もうね、何回も言って、あのね、一つ、ね。いや、なんか違うの出ないのかなと思って、ちょっと今聞いたんだけど。いやいやいや、もうね、まあ、たまには白に変えようか。白のバラに変えよう。いや、でも結果はバラなのね。うん、そうですね。バラを、イメージが、強いですね。それなぜかっていうとですね、うん、まあ、お花さんでね、お仕事とかね、バイトされた方はよくわかると思うんですけども、バレンタインデーなんかにね、うん、日本では、女性がチョコレートを男性にあげるじゃないですか。結構ね、はい、海外は、まあ、奥さんとか恋人にですね、うん、男性の方からね、お花を渡すっていう習慣が多いみたいですね。あ、バレンタインの日に。はい、逆みたいですね。で、あんまりその、ね、ホワイトデーっていうそういう習慣はないみたいな。うん、いいですね、うん、その習慣、うん。なんかそれおしゃれだなと思いましたね。うん、逆に王子誰にもあげる人もいないしね、誰からもいただけることはないんですけどね。ごめんなさい、この間の放送思い出しちゃった、FM 南條さんでちょっとゲスト出演した時の、妄想の。いや、はい、妄想ね。あの時チョコレートでバレンタインデーだったからね。ね、で、チョコレートをもらう妄想ので忙しかったんだね。そうそう、頭の中でいっぱいでした。まああれ後からじわじわ来ちゃった。はい、はい、ということで、はい、はい、メール、は今のところ以上。はい、はい、ですね。はい、CM の後はちょっといろいろ名古屋栄養のコーナーで、今日はちょっと栄養かなというようなちょっと違った感じでお送りします。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。キユナゴヤ。はい、名古屋栄養のコーナーです。で、実はですね、今日はちょっと名古屋とはずれてるんですけども、はい、ちょっとお二人にはお話ししてないことを今からちょっと言うんですけども、ほう、はい、先日電話ゲストに出ていただきました、はい、与那城亜美さん、覚えていらっしゃいますでしょうか。はい、はい、はい、沖縄国際大学、あ、はいはい、3年の、はい、ミスオブミスにエントリーされている、うん、この方がファイナリストに残りました。おー、素晴らしい、素晴らしい、はい、残りまして、東京に行くのかな、うん、あ、そうなんですね、うん、と思います、うん、というのを今日見ました。おー、はい、ただ何もこちらには連絡なかったです。はい、まあね、はい、そりゃね、はい、まあ、そういったことでですね、こういった電話ゲストに出ていただいた方が、こういった形でご活躍いただくってことは本当嬉しいなと思っております。ですね。はい。これが一つ、みんなお二人には言ってなかったんですね、はい、うん。びっくり。はい。で、もう一つなんですけども、はい。先々週ぐらいからですか、はい、もう3週間ぐらい前かな、ちょっと後ろに、このように、うん。そう、なんかずっと気になってたんですけど。なんかここに、
QR コードが載っておりますけども。ずっと貼ってあるんですけど。はい。あれもしかして QR コードを照らし合わせると、王子の写真が出るとか、そういうのじゃない？おだまり。ということでですね、ですね、実は私たちもですね、この番組を運営するにあたって、スポンサーさんを募集しております。はい、でその中でですね、やはり個人の方でもお願いしやすいようにということで、実はこの旧名古屋、ペイペイのお支払いも可能にいたしました。すごい。はい。ペイペイ払いできるんですか？はい。実を言いますと、もう、私たちスポンサーさん募集しておりまして、もうお値段も決まってて、はい、3000円、毎月3000円でやっていただいております。で、この3000円というのがですね、このペイペイでのお支払いもできるようになっておりまして、うん、今この QR コード映ってますけども、もしですね、スマホか何かでペイペイを、もしアプリを入れてられる方がいましたら、これ当てていただきますと、キウ名古屋3000円と出てきますので、もう、金額も出ちゃうんですか？金額も出ます。はい。もう、この QR コードにはそれを、仕込んでありますので。すごいな。はい。こういった形でですね、遠隔地のにいらっしゃる方でも、こういったようなお支払いを、我々できるようにさせていただきましたので、ぜひですね、ご興味のある方、メールでまず、お送りいただければと思います。うん、いつものアドレス、kiyu@kiyu.nagoya。kiyu@kiyu.nagoya。こちらまでいただければ、詳しくご説明させていただきます。ただもう、ここに3000円と書いて出ますので、そこをポンと押すだけで、送金されてしまいますので。怖い怖い。とってもね、気軽にね、はい、簡単にできますよね。はい。便利な時代になりましたね。本当にね。まあ、通常通りですね、まあ、我々お振り込みという方法もやってるんですけども、やはりですね、今やこういったような、ご時世ですので、お支払い方法も簡単にするために、QR コードの対応をしたというような告知でございました。なるほど。はい。ということでですね、はい。今日はちょっと名古屋は栄養というより、沖縄栄養、お支払い栄養。になったコーナーでした。はい。キウナ名古屋。はい、ということで、ツイキャスでね、はい、ミネラルミラクルさんがね、すごっ最先端すぎるっていうことで、ツイキャスいただいて、ぜひですね、個人スポンサーも募集しておりますので、はい、この QR コード読んでいただければ、はい、出てきますので、はい。はい、ということでですね、はい、まあね、そのうちリスナーさんにね、そういう負担ばっかりっていうのもあれですのでね、はい、久しぶりに、プレゼントコーナーなんかしちゃおうかななんて思います。あ、すごい、すごい。はい。ということで、前回というかもう随分前ですけれども、発送を、発表は違う。何何発表は発送を展開させていただきます。そうそうそう。っていう、ステッカー風シールプレゼント、キウ名古屋の。はい。をやりましたけど、まあ、発表はしなかったんですけれども、はい、前回ね、当たった方がメールをくださったということで、必然的に誰が当たったかっていうのは分かったんですけれども、はい、そして、なんと今回も、このツイキャス見てる方は見えますかね、はい、キウ名古屋のステッカー風シール。はい。今週も1名の方に、プレゼントいたします。プレゼントいたします。はい。ということで、応募方法は、なんと、メールでお願いしたいんですけれど、はい、23時までに。23時？そう。短くないか。短い？いい？じゃあ、今日中にしましょう。え、今日中？うん。12時まで？12時まで、今日中で。ほんと、じゃあ、23時59分まで。じゃあ、23時59分までに、はい。いつものアドレス、kiyu@kiyu.nagoya に、はい、件名の方は、ステッカー希望でいい？
ステッカー、懸命にステッカー希望と。ステッカーだってないんだから、ステッカー風シールだった。ステッカーシール。じゃあ、懸命にステッカーシ風シールと、ご記入の上、本名、ラジオネームダメですよ。そうですね、指を入れて。ラジオネームも入れて、本名、住所をご記入ください。ね。はい。あと、一言、王子に対するメッセージ一言加えていただければ、はい。より、当たりやすくなるかも。クレームも受け付けますので。クレームでもいいのかな？はい。もう、これ以上滑るなと、いうクレームもあるかもしれないですけども、そういったご意見もぜひいただければと思います。大丈夫だよ。来週反論するから大丈夫よ。はい。ということでね、はい、ステッカー風シールプレゼントがありますので、はい。ぜひメールで。23時59分までに、はい。ご応募ください。はい。皆さん送ってくださいね。はい、そしてまた当選は発送は発表をもって返させていただきます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。はい、ということで、ドギー青空さんから、はい。こんなハイテクアナログドギーは QR コードやつやり方わからんねーっていうことで。手厚く、お教えしますので、ぜひ、個人スポンサーお待ちしております。もしご意思があれば、メールお待ちしております。今節丁寧にダンサーズが説明するそうですよ。はい、もう、ね、すでに授業料っていう感じになってますよね。はい。ねえ、毎月3000円、怖いね。はい。はい。うん。うん。うんじゃない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 んだ。流れがさ、途切れちゃうからさ、うん、王子はね、いつもこう、うん、今日はね、うん、今日みそにちょっといただいたね、これ紅茶ですよね。ああ、今日ね。ちょっと、はい、花梨ですか？あ、今日そうそう、ね、家の庭で採れた花梨を、蜂蜜と氷砂糖につけたのを、紅茶の中に入れてます。うん、今日ね、それをいただいててね、うん、やけに喉がね、うん、滑らかになってて、今日滑ってるよね。いや、いつも滑ってるんですけど。今日じゃないよ、はい、うん。いつも滑ってます。いや、今日本当にさ、うん、いつもコーヒー飲んでるんですけど、割と。はい、まあね、このご時世なので、ちょっとね、こう、免疫力も高める飲み物もいいかな、なんて。うん、ね、本当に飲んだ後にね、こう滑らかになっちゃってさ、喉が。うん、今日やけにね、滑ってるよね。いやいや、お引き取りください。大丈夫。それいつもだから気にしないで。いいですか。何飲んでも滑ってます。あら、はい、そう、はい。そうそう。ね、飲み物は結構ね、気まぐれでね、はい、このスタジオの飲み物変わります。皆さんね、はい、ツイキャスでね、コメントの子にね、王子滑ってるよっていうね、一言ちょっとね、教えてください。はいはい、エンディング行きましょう、エンディング。はいはい、エンディングでーす。はい、あれ、エンディングテーマちょっと違うね。ちょっと変えましたね。うん。はい、では、来週のテーマは ?CDD レコード。はい、来週のテーマは CD レコードです。CD レコードに関することをいろいろお待ちしております。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたしました。はい。ではでは、あっという間の時間でしたけれども。そうだったね。今日も早かったね。ね、はい。ということで、はい、また来週ですね。はい。さよなら。閉店ガラガラ。あら、あら、あら。笑わないね。はい、今週もお聞きいただきまして、ありがとうございました。ということで、ステッカー風シール、今週も1名の方にプレゼントしますので、はい、23時59分までに、よろしくお願いします。はい。メールで応募ください。住所、氏名、ラジオネーム、ご記入の上。はい。お願いいたします。お願いいたします。郵便番号もあると嬉しいな。はい、あ、郵便番号も、ね。はい。それでは、さようなら、はい。はい。さようなら。今週もありがとうございました。